こんにちは、よしみです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日は久しぶりの動画撮影をしているところです。動画をですね、3週間弱投稿していない時期がありました。で、撮影もですね、その期間は1本しか撮影していなかったので、こうして動画を撮影するのは久しぶりとなります。今日の動画はですね、主にほぼ日手帳の進捗状況を振り返る動画となっています。ほぼ日手帳をね、今年カズンと本を使い始めて4ヶ月目となりました。どういう感じで私が書いているのかとか、これからも続けるにあたって対策をしていきたいなと思っています。もしよろしければ暇つぶしにでも聞いてくださると嬉しいです。はい、では私はですね、今年のほぼ日手帳はこの本というオリジナルサイズのものとカズンサイズのものを使っています。2冊ですね。で、使い方としては、こっちはね、子供との楽しい記録をつけていっているのと、こっちがカズンサイズは、まあ、ほぼフリーで雑記として書いているものです。で、ほぼ日手帳4ヶ月目に移っているので、進捗状況をちょっとパラパラめくりながらおしゃべりしていきたいと思います。まずですね、この本なんですけど、ちょっと中身はモザイクが入ることが多いと思うんですが、厚みとしてはね、こんな感じで下敷きを抜いてみるとこんな感じで、結構ね、貼り物をしてしまっているので、ちょっと膨れてきているところですね。最初はね、貼り物とかせずに、もうちょっとスマートな形で使いたいなと思ってたんですけど、まあ、子どもの記録っていうことでもらった絵を貼ったりとかしてるので、こんな感じでプクプクしていますね。で、まず最初に、ほぼ日とはそれてしまうかもしれないんですが、このインデックス、今気に入って使ってるので、少しご紹介したいんですけど、これがね、洗濯タグシールっていうのを使って、ま、月のインデックスとして貼ってみました。これがね、ダイソーのもので、ちょっと使いかけのものなんですけど、こういうシールがあって、で、まあ、布みたいな感じですね。で、布シールでインデックスを作っていくって感じですね。このシールがですね、21辺ありまして、とね、切り込みが入ってるんですよね、これ。ちょっと見えにくいし、私がちょっと切ってしまったところがあるので見にくいと思うんですけど、こんな感じでね、取れるんですよね。で、これが21個あるんですけど、それを一つ一つこのね、月ごとにつけていきました。このほぼ日の本は子供との楽しい思い出だけを書いているので、後々にもね、保存していきたい手帳ではあるので、見返すこともするだろうなと思って、この月のインデックスもつけています。5月だとこんな感じでつけてますね。で、洗濯のタグシールなので、ここはボールペンとかでは多分書けないんですよね。なので、まあ、こういう油性のマジックペンとかで書いています。あのね、あんまり大きい手帳だと小さすぎてあまり目立たないから、まあ、ちっちゃい手帳に使った方がまあ可愛いかなと思います。紙のインデックスを使うよりも丈夫だし、まあ、フィルムだと取れちゃったりとか、まあ、このまま本棚に入れたりとかするとフィルムとかでも折れ曲がっちゃったりしそうだけど、これ結構しっかりした素材なので、あんまり簡単には折れ曲がったりとか、これももう
粘着されてるものでもう取れないんですよね。なので取れないので剥がれてしまうっていうことがないので気に入って使っています。多分ちっちゃい手帳でなんかこういう閉じ手帳の方が結構可愛く使えるかなと思ってます。私はねチェックの黄色がちょっと今行方不明なんだけど青と緑とあとね他にもドット柄がありました。このね緑が今お気に入りかな。でこっちにも使ったりとかしてますね。まあ、ここにちょっとはみ出たインデックスをつけたりとか、このこれがね別にプラスチック素材とか紙の素材でも貼り付けることができるので全然取れないんですよ。なのでなんかこんな感じでこれが献立のメニューと買い物リストを書いているところなんですけど、それの表紙に貼ったりとか、こっちも YouTube の記録を書くんですけど、その表紙に使ってみたりとかしてます。あとは、まあ、見出しじゃないか。あとは、まあ、こんな感じで、中身に貼っても可愛く使えるかなと思ってます。そんな感じで今は可愛いなと思って使ってるんですけど、ただ私が見た感じではこのチェック柄の色がね4色ぐらいあるのとドットも多分4色ぐらいあるのしか見てなくて、あとセリアも探したんですけどこういうなさそうだった。もっとあれば楽しく使えるなと思ったんですけど、まあこんな感じでもし気になる方は探してみていただけると思います。可愛く使えるし丈夫なのでちょっとおすすめかなと思って紹介してみました。ちょっと長くなっちゃったんですけど、ほぼ日の本ですね。で中身がねモザイクかかることが多くなってしまうと思うんですけど、まず開いてこのページですね。ここは一言記録っていうのを書いています。子供との中で今日一日印象に残ったことを一言で書いていますね。でこれは一応毎日書こうとはしてるんですけど、まあ、4月こんな感じで1日忘れるとねタダダッと忘れてしまったりしてます。でここはねその日に思ったことを書きたいので、じゃあこの日次の日にね書いたりとかはせずに、もうその今日書くっていう形にしてます。今日のね気持ちを一言で書いたりとかしたいので、今日書けなかったらもう書かないっていう感じにして書いてますね。でですね1月このマンスリーページですねはシールが貼ってあって、まあこれは何を書いてるかっていうと、うちがですね2人子供がいて、まあ、2人をそのシールで色分けしてるんですけど、今日できたこと、何か新しくできたりとか、なんか褒められそうなこととか、歯がグラグラしてきたとか、そういうね新しい変化みたいなのを書いてますね。ちょっと4月はねなかなか書けていない状況なんですけど、気づいたら書くようにしています。で月の振り返りのね動画でもお話はしてるんですけど、この1日1ページのところの前に1月の白紙のページがあるんですけど、ここはですね1月が全部終わったら書くページとして残していて、このね1月何をしたかとかね、この日記から
探してきて印象に残った出来事とかイベントをこうやって書いてますね。なんか年末年始は帰省してたとか、東山動物園に行ったとか。でここに日付を書いているので、まあ、見返したい場合はこの日付に飛んでもらうと、1月3日動物園に行ったっていうのを見てもらうと、このページが見られるっていう感じで、まあ、1月の目次みたいな感じで書けるように、月の終わりにねこれを書いています。一応ねこの日記としては書くことが目的であって、なんかデコをちゃんとして可愛く書こうとかそういうことはあまりしてないです。まあ、シールは適当に貼って楽しんでるっていう感じなんですけど、続けることが大事なので、なんだろう、こんな字ばっかりの日もあったりとか、まあ、写真が貼ってあったりとか、まあ、これだけね書いたりとか、まあ、なるべく書こうっていう感じで使ってます。横断ハンコをしたことがあるんですけど、その時にね娘の名前のハンコを作ってもらったので、それを押して今日誰々がこんなんだった、誰々がこんなんだったって分かる感じで書いてますね。一応ね今のところもなんとか続けられてる状態です。結構楽しく書けてますね。あのオリジナルサイズなのでそんなに気負わずに書けているかなと思います。すぐページも埋まっちゃうし、まあ、全然白紙のページもあるんですけど、自分的には満足して書けてるかなと思っています。そんな感じですね。で、次がですね、カズンの方に移っていきたいと思います。そういえばですね、またと話それちゃうんですけど、またシールをですねいっぱい買ってきてしまって、新作、これは新作かはわからないんですけど、このダイソーのシールが新作で出たので結構買っちゃいました。これでもう600円なんですけど、なんかね韓国っぽいシールですよね。でまたねシールを買い出してしまって、でお休み中、あ、動画の投稿のお休み中もね、文具の博覧会っていうのが家の近くであったので、それに行ってきてシールをね買ってみたりとか、これもね韓国の方のシールですね、それを買ってみたりとかして、またシールが集まってきてしまってますね。で話はそれたんですけど、カズンの方に行きたいと思います。カズンはですね、あの冒頭でもお伝えしてるんですけど、フリーの雑記として使っています。私としてはですね、これぐらい大きなもの、A5 サイズの手帳に書くときは、何かこれっていう風に使い方を決めるんじゃなくって、雑記本当に自由に書けるノートみたいな感じで使った方が続くので、そんな感じで使ってますね。例えば、私が野球が好きだったとして、まあ、野球のことを書く手帳っていう風に決めてしまうと、私だとねなんか続かないし、なんか趣味もそれで、ね、変わってしまうとなかなか続けられない手帳になってしまうので、まあ、雑記帳っていう形で、まあ今自分が思ってることとか、今日何があったとか、そんな感じで、まあ、日記みたいな感じで使ってますね。で最初のこのマンスリーのところですね、こっちは、ここはね、あの体重をね書いてたんですけど、見事にですねやってないですね。あの本当にねこういうところがね、ほぼ日カズンは3年ぐらい
使ってるんですけど、本当にこのページとか最初のページはね、全然使えてないことが多いです。で、マンスリーなんですが、ここはですね、今自分がどんな手帳を使っているかっていうのを記入してます。まあ、私は手帳が趣味なので、ちょこちょこ何かノートを追加したりとか、例えばシステム手帳のカバーを変えたりとかしているので、こんな感じで4月は、ね、M5 のリフィルを使い始めてるとか、そんな感じで今4月はこんな感じで使ってますっていうのを書いたりとかしてます。それをね、後で見返すのも面白いかなって思います。ただですね、私はこのカズンはね、一応保存せずに、まあ2年ぐらい経ったら処分しようかなと思ってる手帳ではあるんですけど、で、マンスリーがあって、でもここもね、書くのは本当に諦めてます。バーチカルがね、やっぱりなかなか苦手なので、バーチカルはちょっと諦めました。で、1日1ページなんですが、もう初っ端1月1日から書く気が失せたっていう感じでなんですけど、まあこんな感じで初っ端ページが空いてしまってます。で、まあ3日は子供の誕生日があったので、まあ書きたいなと思ったので書いてみました。これはね、実家に帰省してたこともあって、あんまりね、書く時間もなかったかなっていう感じなので、本格的に今年始めたのはもう1月の9日ぐらいからかなですね。こんな感じで本当にもう見られても本当にどうでもいいことばっかり書いてて、うん、な感じですね。まあこっちはね、いろいろ貼ってたりして、あと見栄えもね、少しは気にしてやっているんですが、まあどうでしょうかね。一応ね、空いてる日もあるんですけど、私としては1月とか2月は楽しく書けてたんじゃないかなと思います。2月ですね。で、2月の半ば中旬ぐらいからこうやって、MT の100マイレターブックっていうのをずっと持ってて、それをね、持て余してたので、こうやって貼り付けて使っています。レターブックっていうのがこれですね、まあ、よく見たことある人もいっぱいいると思うんですけど、こんな感じで100枚ずつ、本当に1枚1枚別の柄で楽しめるものです。で、いつもね、白紙の状態から始めると大変だなっていう日もあると思うんですよね、この大きいなんか用紙に書くっていうのは。なので、あと貼ってみて楽しく書いたりとか、まあ、これ貼ってたらちょっと書くだけで見栄えもするからテンションが上がりますね。こんな感じでまた貼って使ってみたりとかしてます。で、なんか2月も楽しくその100枚レターブックを使って書けてたかなと思います。本当にね、くだらないことばっかり書いてるんですけど、書くことが楽しいので2月も続けられてるかなと思ってます。で、3月なんですけど、ちょっとね、体調がね、良くなかったりとか、子供も体調崩しがちだったので、ちょっとね、空白のページが少しちょこちょこあるかなと思ってます。3月もね、上旬はもう胃腸炎でダウンしてたし、もう本当に書く気力がない、気力がないというか書けないですね。で、なんだろう、1日空くとまあいいやみたいな感じにバタバタってなっちゃうんですよね。ここもね、まあいいやって なってるし、このページも1
回焼くと次の日書いてもちょこちょこ今日もいいかってなったりとかするから、できるだけ書くようにしてました。で、3月の中旬からはそのデコをするっていうよりも字で埋めていく方が好きになってきたので、まあ、ここはちょっとセーラームーン店に行ったからそれを貼っ付けてあるんですけど、字が多めになってきてるかなと思います。で、ちょっとここも休んだりとか、まあ貼ってちょっとページを埋めたりとかしてます。まあ、こんな感じで黒字が多い、ね、字が多い時はすごく自分がなんか悶々としてることがあったりとか、自分ってどうなんだろうとか、そういったことをなんか頭の中のことを書き出したりとかしてますね。で、今月4月ですね。4月は一応楽しく今のところ書けてるかなと思います。まあ、ただ白紙のページはありますね。子供の春休みがあって、でなかなか手帳タイムをねじっくり取ることができなかったりしたのもあって、ちょっと飽きがちではあるんですけど、今もね楽しく書けてるかなと思います。これがねちょっと黒いのがね点々点ってこっちもなってるんですけど、万年筆、ちっちゃい万年筆持ってるんですけど、それがね手からピョンってすっ飛んでてこんな感じでしぶきになっちゃいました。で、なんかここら辺にもねついたんだけど、ティッシュで取ったら全然拭き取れたのでよかったです。他にはあまり被害がなかった。で、今日が17日なんですけど、今日の分までかけてます。こんな感じに貼り物をしていくとだいぶ余白が埋められるし、可愛く描けるので、まあ、それに頼って今は続けているかなと思ってます。私のねこれからほぼ日ね5月6月と多分マンネリしていく時期だと思うんですけど、皆さんはどうなんでしょうか。結構この4月ぐらいまでは描けるけど、5月ゴールデンウィークがあって、なんか生活リズムがちょっとだけねなんか遅く起きたりとかして変わってくる期間もあると思うんですよね。そこでねなんか手帳タイムまあいいやって思ったりする時もあるし、数ちょっとめんどくさいなって思ったりすることもあると思うんですけど、まあその時のね対策のためにやっぱり簡単にデコするのが自分には合ってるかなと思います。ここにねもう挟んでるんだけど、もう MT100 のレターブックからこれを切ってますね。これがね A5 サイズではあるんですけど、ちょっとギリギリになっちゃうんで、もうこれはカットしたものなんですけど、もうちょっとちっちゃくこれをもう挟んでますね、ここに。で、まあんまり書くのがね、なんか気が進まない時もこれを貼ったりとかシール貼ったりするだけで全然楽しく書けるしいいなと思って、もうここに挟んじゃってます。で、1日ページがね空いちゃうと、まあ、それでも気にならない方いると思うんですけど、私はねやっぱりすごく気になっちゃうんですよね。あとね、まあ、昨日休んだし今日もいっかっていう時もあって、バタバタバタってね白紙のページがつついちゃうっていうことがあると思うので、できるだけ続けていきたいなと思ってます。いやいややってるわけじゃなくって、あの書き出すとね本当にあの楽しいので、まあ一日一回は開いて何か書いてみるっていうことが大事かなと私の中ではね思ってます。とこんな感じでもうシールの散在をして貼ってみるとかしてますね。ただこっちはね処分しようと思ってるから、いずれお気に入りのねシールとかは
保存用のこっちのほぼ日の本に貼り付けていることが多いです。最初傾向と対策みたいな感じで言ったんですけど、こんな感じで振り返りすることとなりました。皆さんはね、ほぼ日手帳ね、4ヶ月目なんですけど、どうでしょうか。なんとなく続けてられてるのかな、私はと思ってるんですけど、楽しくね、続けることが大事だから、マンネリ化するやり方じゃなくて、少しずつ自分の中で変化をつけて、これからも書いていきたいなと思ってます。なんか1年後が楽しみだなと思います。これもどれだけ太っていくのか。うちも貼り物が多いからね、もうこんなになってから、ちょっとね、ここも歪み始めてて、それが気になるんですけど、そんな感じで楽しく使えてます。はい。まあ、4月に入ってですね、新しい生活リズムになっていってる方もいると思うんですけど、それでね、もう、気候もね、暑くなってきて、体調もね、優れない方もいるとは思うんですけど、これからもね、お体ご自愛ください。ではですね、今日の動画はここまでとなります。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからまた週1か週2ぐらいで動画をアップしていく予定なので、もしお時間あったりとか暇つぶしに見てみようかなっていう感じで、本当にそれがありがたいのでご覧いただけると嬉しいです。ではですね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。